パベル・ウラジミロビッチ・イレメエフ、パベル・ウラジミロビッチ・イレメエフ1899年1月9日は、ロシアの鉱物学者である、サンクトペテルブルク科学アカデミーの鉱物研究所で、働いた。サンクトペテルブルク科学アカデミーの鉱山研究所を1851年に、卒業し、書院として、トゥーラ州の炭鉱の地質調査の仕事に従事した。 1856年には、ウラル山脈、アルタイ山脈で資源調査の仕事に従事した。1859年に、ドイツのフライベルク鉱山学校、ライプツィヒ大学、フランスのパリ国立高等工業学校に留学し、西欧の鉱物博物館を訪れた後、1866年に、サンクトペテルブルク科学アカデミーの鉱物研究所の、 結晶学と鉱物学の教授に任命され、その仕事をほぼ修正続けた。1894年頃名誉教授に任命された。鉱物研究所での仕事のほかに、森林学研究所、工業学校、鉄道学校でも講義を行った。1874年から1880年の間には、ロシア皇帝アレクサンドル2世の巫女。 セルゲイ・アレクサンドロビッチとパーベル・アレクサンドロビッチに、鉱物学と地質学を教えた。サンクトペテルブルク科学アカデミーの会員のほかに、サンクトペテルブルク鉱物学会の事務局長を22年間、務め、1892年に、鉱物学会の会長となった。研究分野ははじめ、鉱物学や結晶学とともに、古生代の体積岩の地質学的研究も行ったが、 その後ロシア産の鉱物の結晶学、鉱物学研究に専念した。多くの研究論文をサンクトペテルブルク鉱物学会の起用や海外の学術誌に発表した。アルミニウム砲酸塩鉱物のジェレメジェバイトがイエレメエフに懸命されている。ロシア5番ウィキペディアの著作リストを英訳したものである。プロシーリングス・オブ・ザ・ USSR Academy of Sciences シリーズジオロジカル1956バー、no. 1ピアニッシモ106から107ありがとうございます